こから勝てねえ。もうあれは無理だよ。あれは無理。失踪ビショップのレジェンドはガブリエルいる？ガブリエルどうだろう。あ、ガブリエルでもわかんない。人によると思う。ガブリエル持ってるなら入れていいと思うよ。1枚だけ、1枚でいいと思うけど、ガブリエル。ほら、ビショップしかいないだろ。ほら、ビショップしかいないだろ。光があなたを導くでしょう。ほら、ビショップしかいないだろ。だから嫌なんだよ、ランクマッチ。ほんと嫌だ。マジ、ビショップほんとだっけ。ランクマッチも俺やんないよ。こんなんなってんだ。ランクマッチが怖くなってきた。ビショップ幼稚園始まるよ。マジ、ビショップは個性がない、君たち、ほんとに。結果論キッズ多い、びしょ多すぎ、今んとこびしょびしょ、ほんまうざりする。あー、そうだね。数並べといた方がいいでしょ、ビショップ相手は。バンピーちゃんもったいないけど、数並べとく。よしよしよし、いい。全然いい。ネクロ使いはね、きつそうですね、本当に。陽光ビショップはまだ許されるでしょ。あー、またいいのか。タイトル詐欺の放送はここですか。スタンペインは草、デッキ作るのがカードゲームの楽しさやろう。美少なんかドラゴン強いよ。今ネクロとカド M やろ。いやー、一先取っとくな。一先取っときたいね。一先取っときます。ここで無駄に攻めても回復されるだけだから、一先は絶対取ってた方がいい。アプデで美少なくそう。あー、出た出た、ほんと出たね。ほんと出たよね。貴様の弱点ビシッと見えたぞ。人先はフォロワー処理に回した方がいいな。来たこれ、エイラならネクロが高校ビショップハゲ進化切って倒すか。どうするか。環境で強いデッキ。あー、メアリー取っときてえな。ビショッカスをデュエルで拘束せよ。ユニコ頑張る。エンジェルスナイプと人先で倒しちゃうか。エイラ壊せんの。エイラ壊せない。アミュレットハーカー入れてない。アミュレットハーカー入れてたけど、結局他のやつと当たってなんか使えないことが判明したから。ハースデイをシャーマン並みだな。ここでエイラ出てる時点で結構きつい。わこ、正直ビショップは昔からうざいカード多かったけど弱かったからもと、いかやく別にネクロだからってビショに弱くない。まだ進化は使わねえだろ。ネクロを食うにはビショカスの陽光をネクロに渡すしかない。陽光モルディはロタ。まあ、8段目に契約メアリーを決めたいんだけど、まあ、目視録でもいいんだけど。弱くないとかやく。まあ回復されるよね。回復されるからここは攻めはゆっくりでいいんだよ、全然。わがしるべに従う。あー、まあ8ターン目目視録っぽいな。そう、相手ターンで使えるカードないんですよ、シャドーバース遊戯王と違って。まあ18分もあるしな。喜びと喪失の狭間だけで狙うしかなくない。わら、エイラ6コスでイオン。いや、きつい。あれだろ、陽光森でトカク割れるのは。わら、ビショップにはネクロが私は不滅の愛を約束。エンジェルバレッジが非常に怖い盤面ではあるが、どうするしかない。ネクロがビショと対等とか言ってるエアプマジか。悪名はどこまでじゃ。あー、ハゲ。でも進化圏使わせたのはいいでしょう。使ったことないのか。貴様の弱点ビシッと見えたぞ。うわー、盤面状況かな。迷っちゃうね。盤面状況ですね。ここはおとなしく。きつい。きついよ。きついよ、お母さん。ビショのフォロワー無駄に効果多いから減らない。あー、もう回復。あー、もう上げそう。もうやめようぜ、本当にそういうこと。
た使う。普通だったのに一気に強くなっちゃったな、ビショップ。これはオリビエいるかも。きついな。母の戦士を呼ぶな。きつ、きつい。ねえ、染めてあげましょう。きついよ、きついよ。これどうせ回復されんだよな、大抵も。ワンプ使ってるんですか？何が不遇だよ、陽光さん強かったやろうか。一体何点ダメージを与えればいいんだ。染めてあげるわ。戦術更新。他の戦士で抜くな。エイラ使って気づいたけど盤面取り続けて手札からすのが対策。エイラ派使っても使われても楽しくない。陽光さん。あーもう。全然いなかったろ、ビショップなんて。ふざけんな、マジで。お前マジ。ふざけんなよ、マジで。とか嘘やろ、笑われる。いやーこれフォロワー転化してもよかったな。ちょっとクイーンヴァンパイアちょっと間違いだったかもな。でもプレミないんで、これプレミはないんで。あ、でもそうすると目視録も打ちづらいから、まあありっちゃありだな。世界の調和こそが私の望みだ、神の慈悲だ。お前そうじゃないか、お前きついわ、お前マジきついわ。マジきついわ、ほんとにほんとにきついんだけど君。あとちょっとで、あとちょっと攻めきれ。ブラッディ・メアリー漆黒の契約。言っても昆布ならどうにかなるやろ。ネクロエアプやね。ブラッディ・メアリー漆黒の契約。フラッティメアリ漆黒の契約。わあマジ契約壊されたの痛い。狼はメアリーとコンビでよかったの。子羊に救いください。コンビにオリブエ入れたら強かったよ。メアリーもオリビエもね、俺も考えたんだよ。はい、でも入れて負けてたから、なんかあえて抜いちゃったんだよね今。つらいな、こっから削り切ってみせよう。あ、間違えちゃった。あ、まだあるな。なまだあるな。全然ある。間違えてないです、全然。プレミゼロです。いや、ちょっと間違えちゃったわ、やっぱり。やっぱり間違えちゃったわ。プレミじゃないです、全然。引退。え？謎ムーブ。ちょっと間違えちゃったんだよな。引退。この試合見てると体がムズムズする。早くぶちのめしてください。え、ミス間違えちゃったのにプレミ出ない。引退。じゃやべえ。引退。はい、ミス。やべえ、やべえ。きつすぎませんか。はい、お掃除。どうなってんだよ、お前もう死んでるからな、お前体力も。20点以上削ってるからな、お前。調子乗んなよ。ほんとに。お前の体力どうなってんだよ。やめてください。やめてください。やめてください。40くらい。え、待って、これ。お、マジでさ、なんなんだよ。こういうの好きなんです。しかも手札がクソだしよ。我らは選ばれし闇の結婚なり、絶当主が。あー、足りねー、届かねー。戦ってるみたいだな、処理もしないといけないし、顔、イカ役、マジでエイラ引けなかったらとか言うけど、引けなくても限界ま、イカ役、17、21、17もう無理だ、手札切れでは勝てねえな。回復カード増えすぎたな、ここ耐えれば、体力最大で回復関係なしだったらな。ここで何かあるな、対策が。漆黒捨てれば勝ってたのか。ここ顔面ラグアーゴーレムが欲しいとこと、もう手札がない。あー、回復される。おー、勝った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 やった勝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 ったー、勝ったよ、嬉しいよ、僕。勝った。あー、出た、会いましょう。お前切ろうとしただろ、絶対今。
今通信切ろうとしたのかそい。おい、ざまみろおい、マジで。マジでよ、雑魚すぎるんだよ、おい。ああ。動画にしてもいいね。さすが専属、これが制裁神の力だ。動画にしてもいいよこれ。これ動画にしてもいいよこれ。ってそんなヘイト集めるほど強くねえよ。思わせたってボンズ。ショットはゴミ。まずは天下の清水のドローをかけて。ああ、シャイニングドローってマジ？動画か。名前さらすしかない。笑。これは動画か。ラストにします。強いんじゃなくてうざいんだよ。これ切られるとどうなる？5時5分に僕の動画上がるんでラストにします。神回、ざまあ見やがれクソエイジ。エイラハ強いとかじゃなくてうざいザンギエフみたいなもん。動画にしよう。ビショップは負けると切るやつ多いのがマジで大事って感じ。ああ、よかった、よかった。ですし、1000ポイントくらい欲しいよな。デッキを信じればガードは答えてくれるから、震え声、さすがブアンピーちゃんは最強ですし。ああ、よかった。動画で見てる？エイラハ強い弱いじゃなくてうざいんだよ。838ポイント。みんなには見えていないコメントだよ。負けそうな時に切断してする意味は。サブアカからあげよう。あげるとしたら。判定に時間がかかる。ね、またビショップじゃん。ね、ビショップしかいないのこのゲーム。本当に。またビショップじゃん。本当にさ。個性がな。だってさ、エルフ一回だって、あと全部ビショップだよ。なんなんだよ、マジで。頭おかしいだろこいつら。なんなんだよ。本当にさ。ビショップしかいないじゃん本当に。またビショップかな。なんなんだよこのゲーム。ビショップ天国。ビショップバース。本当群がってんの。ビショップバースさ。こっちは固定出したくてもカードないのによ。ふんぬ。誰か集約する祈り使う気合入ったら増えないのか。おい、ちょっとお前らどういうことだよ。今ビショップしかいねえから潜る気を金。強力アシストっぽいけどあれに使ったってことはエイラか。失踪だ。美少女ゴキブリみたいに湧きすぎなんだよ。どんなでお前を勝つのに乗りに来るから多少はね。クソビショップを制裁していく。ちょっと湧きすぎでしょ、ちょっとお前らさ、救済されて向こうお前ら弱い時は一向にビショップ使ってなかったりさ、お前。なんだ、強くなかったな、お前。そうやってすぐビショップに乗り換えるのか、お前。イリスは今泣いてるぞ。みんなのおもちゃだよ、エリスは。イリスはみんなのおもちゃだよ。かわいそうな、イリスの気持ちを考えたことあんのかよ、お前ら。マジでよ。ふざけんな、お前ら。ほんとに。勝ちたいんだよ、ですがお、ランクマッチで強いドッキ使うことになんで文句を言われなけれ、しばらく、了解して全然見なくなっ文句言ってもいいじゃん、別に。別に文句言ってもいいじゃん、強いんだもん。俺は炎の庭園挨拶おじさんするからよろしくな。良好視点値は許される。勝てばそれでいいんやろ。ウィッチから乗り換えたよね。やっぱ、あんなさんが凶悪でもう。でも今ウィッチのが強いじゃん。今ウィッチのが強いからさ、いいじゃん、ヴァンパイアに乗り換えるもんや。新パック来る前ビショ使ってて来てから使わなくなったわ。あー神。あーちょっと足りない。エリニス。エリニス。惜しいんだエリニス。みんなには見えていないコメントだよ。カメラビッチ流行らせようぜ。カメラでとんでもない100点火力超えようぜ。やつは嫌われるやろ。わらわら人間関係も一緒やで。武闘が怖い。ブアンプでウィッチに武闘きたー。肋骨でしょ。クイーンバンパイア。ビショップは勝てる気がする。あー、ディアボリックも微妙に足りない。ブアンプは割と何でも勝てる。ジュニコ、頑張ります。ブロンズなのに高性能。頑張ります。単純なカードゲームなんやから強いやつ。お茶を濁す。人間的、理科薬、パネラしてもテミスされるし。ブアンプでウィッチに勝てない浜田アップでしてない人なのかな。エリニスちゃんじゃいかんのか。あ、エリニスちゃんでよかったな。アイゴリのデッキ点数見てなかったわ。完全にコメント見てた。完全にコメント見てたわ。え、今の絶対エリニュースちゃんだったわ。今のプレイミスじゃないです。コメント僕見てたんで。はい、
よね。プレミちゃんコメント見てたんだ。じゃあ俺もお前らのコメント一生拾わねえからな。いいんだな、俺もう一生拾わねえから、お前そんなこと言ったら。コメント一生拾わねえよ、そんなこと言われたら。遊べてあげましょうか。一生拾わねえよ。拾って。どうなんだよ。やってみろよ、笑。エロを続けてどうぞ。マイクどっか飛んでった。フランスで一気に勝てる旗田の相性だわ。ダメ、ごめんち。メアリーも使うん。グム実況者、米を拾いながら完璧なプレイするんだよ。私はツッコミ食いだけ。昨日のエリアスで良くなかった。グムを拾わなければミスしないんでしょ。冗談だよ、高いウキンデレスキ。このチャンネルも終わりやな。おい、メアリース出しは草。おい、いつも思ってたけどマイク飛んでいったってなんだよ。マイク飛んでった。マイク飛んでったんだ。視聴者の手のひら返し好き。迷っちゃうね。いや、これ迷っちゃうよ、僕。なんで体力回復した？迷っちゃうよ、僕。有料会員抜けます。絶望に巻かれ、息絶えなさい。ここはね、エリニュスさんですよ。エリとエリニュス、沼で生きてルナちゃんを汚すんだ。私の糧に復讐の猛火を。アルミラの効果の花だな。ん？違うよな。よし、天を勝つ者、愛と勝つべし。やめて、引かないで。ここからです。ああ、なるほどね。プレミスじゃないです。プレミスじゃないです。全然プレミスじゃないです。読みです。作戦です。ほら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 、何このクソトリスタッフ高すぎんよ。はープレミ、はあ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 、なるほどね。ここはここはですよ。ウルズが怖いよ。順番大事。引退をね。リアルカドかな。アルカエリ。いや、俺はこう行く。喜びと喪失の狭間。これは俺流。これが俺流ですよ。ここはね、失踪されて終わるんですよ。なんだかんだ。リーダー取りにしてる人っていないよね。俺もそっちかな。ここは守った方がいいわ。他のカードの使う順番はさておき。ほら。ほら。悪名はどこまでじゃ。プレミ、ここはリアイア。落合監督、復讐意地にもなるからこれでいいのか。ほら、ここで耐えただろ。セクシーヴァンパイアの出番か、アルカード先か。バルラハンドないのか。アルカード、アルカード先だな。アルカード先だな。反面除去おじさんするしかないね。我らは闇の決闘なり、劣等しめ。え、何？約束。ああ、まあエンジェルマルチ怖いけど、まあビビってたら始まらないので。いや、これ勝ったよ。何もなければ。悪名はどこまでじゃ。残すとウルズ飛んでくるし、オッケー。我らお前の中に潜むもの。何もなければ勝ったんじゃないの？おアホか。おアホか。レシピ教えて。アホか。デッキレシピ教えますよ。劣等しめ。約束の鍵。ああ、気持ちいい。気持ちいい。私に捧げなさい。いや、強いよ。俺やっぱ強い。ビショップ狩りだわ。お前最高のビショップ狩りだわ。いや、強いわ俺やっぱり。一緒だっこ。マジでよ、バッピーちゃんが最強なんだよ。アイボリかっこいい。ああ、ビショップ買ってるわ俺今。ビショップ値出しにするからな。任せろよ。さすがやわ。銃言って勝てない旦那が悪い。びしょがり。お前は弱えんだよ。1130じゃあデッキ公開して終わります。みんなには見えていないコメント。5時5分。今多分動画上がりました。よろしく。先行取られたのにありますね。5時5分。スパイダーマン。
勝てばプレミはなくなる。愛の先週も俺はね、プレミないんすよ俺。コメントには俺流されないから。天才神、勝てば官軍、動画投稿を泣いた。勝てばプレミじゃなくて読み。さすが天才神。はい、こんな感じです。で笑った。1154へのレス。ブラッ、交換するならね、多分ブラッドウルフだと思う。なんか上がったね。